A1 番館は、江戸時代後期に横浜に作られた商館であり、ジャーディン・マセソン紹介が初めて日本に開設した使者である。現在の神奈川県横浜市中区山下町一に建てられていた。1858年、日米修好通商条約締結後、開港を迫られた江戸幕府はそれまで小さな漁村だった横浜に貿易港を作ることになった。 その後横浜は、領事館や商館、洋館、住宅などが立ち並ぶ港町に成長していった。1859年、ジャーディンマセソン商会上海支店にいた、イギリス人、ウィリアム・ケズイックは、ジャーディンマセソン商会横浜支店を設立。これが日本に進出した、外資系企業の第一号と言われている。ジャーディンマセソン商会は、商館の建設を、 鹿島建設の創業者である鹿島岩吉に依頼。建設にあたっては香港本店から連れてきた中国人部下に英語で指示し、中国人部下が漢字を使った筆談で日本人に伝えたという。初の洋館建設は苦労が多く、A1 番館の大建築工事はなかなかの苦心と努力と払われたが、最終的には工事は順調に進んで、 利益も多く、税で一寸基礎ができた形であったという。1860年、入りも屋根の木造を2階建ての召喚が完成。地元住民からは、a 一番館として親しまれることになる。外観は、極めて粗末だったようだが、内部では、情景のように、大鎮で使いが行われ、召喚として発展した。1866年の大火で、 横浜居留地の4分の一が焼け、A1 番館も焼け落ちた。1868年5月に20メートル四方で1階に3室、2階に2寝室の白亜の建物を再建し、1869年2月に、竣工した。浮世絵や写真で見る A1 番館は、この2度目に建てられたもの。鹿島が建設しているかどうかは不明。1868年に、 吉田健造が横浜支店長に就任。明治新政府を相手に軍艦や武器、ギートの売買で目覚ましい業績を上げる。吉田は1871年に退社し独立する。1923年、関東大震災で再び全勝。1932年に横浜を去り、神戸に拠点を移した。1863年、 ウィリアム・ケズイックは、井上文太、遠藤金介、山尾洋造、野村八吉、伊藤博文の長州五傑のイギリス留学を支援した。シルクセンター入り口に建てられている、記念碑記念碑の隣にある説明版現在、跡地である、神奈川県横浜市中区山下町一には、シルクセンターが建っている。入り口には1954年に設置された記念碑と説明版がある。 また、1995年には、横浜市の文化財、地域史跡に登録された。ありがとうございます。